とことんやりこむ、どうも、なおちんです。さあ、今日も妖怪学園 YYY 学園生活をやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは、行きましょう。今日はね、ゴロミのクエストが出てるんで、ここ行こうと思う。なんだろうね。聞いたぞ、あたいたちに話があるんだってな。バケーラもブルボンももうすぐ来るってさ。で、どうすんだ？すぐにでも話を聞かせてくれんのか？じゃあお願いしようか。猫妖怪たちのアイデンティティ、どんな話なんだろう。調査開始。こんなところに呼び出して一体何の用かな。人兵から話なんて珍しいど。槍でも振らなきゃいいけどな。いやさ、ミケッティオと仲良くなろうと思って。はあ？つうわけでお前ら合体しろ。兄貴、そいつはさすがにデリカシーがなさすぎないかい。あ、なんかよくわかんねえけどパーティーやろうぜ、ミケッティオ。ちょ、おま、あたいたちにちゃんと許可をだな。引っ張られるぞ。よし、ミケッティオ、俺と友達になろうぜ。何が友達になろうぜだ。なるか、死ね。やっぱりこうなるのね。なあ、いい加減諦めて俺と友達になろうぜ。お前バカなのか。なんで自分を殺そうとするやつと仲良くなりたがるんだ。そりゃお前といると楽しいからさ、一緒にいるとワクワクすんだよ。の、あ、パーツども、今日はいつにも増して暴れやがる。姿が保てん。おい、こら、ジンペイ、お前あたいたちを何だと思ってんだ。ミケッティオさえいれば僕らはもういらないのか。ジンペイ、ひどいと。え？いやいや、誰もそんなこと言ってないだろ。言ってなくてもそう見えるんだよ。そうだね、今回ばかりは陣平君に非があるんじゃないかな。あたいたちは全猫妖怪連の代表として断固抗議する。全猫妖怪連って、そんなのあったっけ。ほで、知らんね。とにかくあたいたちにミケッティオになれって言うんならな、あたいたちにもちゃんと活躍の場を用意しろ。最近扱いがひどいぞ。それは本当にそう思う。そうだぞ。いや、俺ブルポン使ってるけどな。活躍って言ってもな、どうすりゃいいんだ。ついにあれに挑む時が来たのかもしれないわ。以前から構想はあったものの実現が困難と諦めていた高難度のクラフト、覚醒変化武器にね。なんだいそれは。まあ平たく説明すると、メダルを使ったクラフトね。バケーラたちのメダルを使って強力な武器を作ろうってことよ。マジか、そんなんできるのか。簡単じゃないけど試してみる価値はあると思うわ。強力な武器、確かにそれなら僕たちも活躍できそうだね。賛成だど。決まりだな。で、何すりゃいいんだ。未来科学クラブの阿波戸則明先輩に会いに行きましょう。前々から相談に乗ってもらってたの。よし、待ってろお前ら、超すげえ武器にしてやっからな。調子いいこと言ってんじゃねえ、お前は少し反省しろ。
ケーラたち相当怒ってたな。あれは陣平くんが悪いね。さっきも言ったけど、デリカシーがなさすぎるよ。そうかな、俺ってそんなに尻がでかいかな。デカシリーじゃなくてデリカシーだから。はい、ここで来たね、来ちゃったね。覚醒変化、これが今回のアップデートの目玉だよね。どんな感じになるんだろう。まあ行ってみよう。間違えて Y 剣に行ってたね。こっちだった。いや、話は聞いたよ。覚醒変化武器のクラフトに挑むんだね。僕も吹雪さんに相談してるから実験を続けてはいるんだけど、波の音量メダルでは武器化の最中に形状が不安定になっちゃって難しい。あー、じゃあ全てのメダルでできるってわけじゃないんだ。ある特定のメダルのみか。うん、あ、そうか、音量じゃなくって妖怪だったらいけるってこと。ならばオロチとかさ、光オロチとかその辺とかでもいけるんかな。いや、わかんない。え、素材何？全部あるよ。あるある。余裕余裕。オッケー、もう持ってきたよ。はい、お、妖怪のものらしきメダルを見つけた。おうおう、どうだ、ちゃんとなるのか。できた。お、覚醒変化武器がいろいろと作れるはずだよ。ただし一つ注意してほしいことがある。素材のメダルは220以上。余裕だね。低レベルのメダルを無理に使うと負荷に耐えられず粉々になる恐れがある。それは大丈夫だ。お、今ある素材を使って黄昏のワンドを作ってみたらどうかな。あー、ゴロミのメダルはあったっけ。もうなんか売っちゃった気もするけどね。お、これでクラフトができるようになりました。なるほど、クラフトは吹雪さんの部屋でできるみたいね。覚醒変化武器とは通常のアイテムメダルよりも強力な攻撃力やスキルを持った武器。いろんなものが違うんだね。覚醒変化武器はレベルの高い召喚メダルを素材にしてクラフトすると手に入れることができます。作るのは大変ですが強力なのでぜひ手に入れましょう。オッケー、わかった。とりあえずゴロミを作らなきゃいけないんだね。やってみよう。ではゴロミも入手してきたよ。どんな感じになるんだろうね。クラフト？ここでいいの？あ、これか。あった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 、いっぱいあるね。王玉霊王剣、でもレベル低いな。うん、739か。俺が今装備してるの確か920だった気がするんだけども、なんだ、召喚メダルのレベルが上がれば強くなる。いや、それはないな。下の方行くと、あ、バケーラ、はいはいはい、バケーラも使うことがあるね。こんなもんか。はい、まあとりあえず黄昏のワンド作れって言われたからこれを作ってみましょう。はい、強いの？あ、でもなんかね、攻撃とスキルが全然違う。へえ、ちょっと一回戦ってみようか。バケーラの極も出てたね。うん、バケーラ、ゴロミ、ブルポンの極と戦えるようになってる。さあ、どんな感じだ。あ、なんか見た目違う。持ってる装備の見た目が全然違うわ。
弾が青じゃなくて黄色になってるね。でこっちは、ああなるほど、これは一緒だな。これ確かしびれがつくんだよね。しびれる能力がつくから、まあボスには効かないだろうけど、雑魚的にはしびれさせたりすることがあるんだね。はいはいはい、装備の見た目が全然変わった。でも強さはどうなんだ、俺今までのやつの方が強い気がするんだけどね。まあ見てもらうと分かる通り、攻撃力が200ぐらい違うのよね、今までつけてたやつと。なので、後々レベルが上がるかな、600台ぐらいのワンドが出てくるかもしれないんで、それまではもうこのまんまのやつを使っとこう。どう？私の傑作は。へえ、悪くないね。かっこいいだ。まあ、あたいらのメダルを使ったんだ。すげえ武器になって当然だけどな。よく言うぜ。どうする？まあ、今回はこの武器に免じて許してやるか。そのことで君たちに、陣平君から話があるそうだよ。え？陣平君、思っているだけじゃ伝わらないこともあるんだ。彼らのことをどう思っているのか、自分の口から言ってみたらどうかな。ミケッティオは面白いやつだし、アースウォーカーはすげえ強い。こいつ。あ、兄貴。でもさ、やっぱ俺、お前らのことも好きなんだよな。バケーラと一緒に食う飯はうまいし、ゴロミの話は笑えるしさ、ブルポンの言うこと聞いてるとなんだかんだうまくいくしな。陣平、ミケッティオさえいればいいとかそういうのは絶対にない。だからさ、これからもよろしく頼むな。ったく、調子のいいことばっかり言いやがって。あれ、もしかしてゴロミちゃん感動して泣いちゃってる？泣いてねえ。ほら、ミケッティオと友達になんだろ、さっさと呼び出せよ。いいのか？まあしょうがないね。オッケーだと。わかった、パーティーやろうぜミケッティオ。友達なってくれるよな、ミケッティオ。しつこいやつだな。口約束だけなら別に構わねえぞ。本当か、やったぜ。お前、俺が嘘ついてて隙を見て殺すとは考えねえのか。そんなのその時になってみないとわかんねえ。はあ？けどお前はそんなことしない、わかるんだ。後で後悔しても知らねえからな。まあちょっとぐらいなら友達ごっこにも付き合ってやる。よっしゃー。やれやれ、何はともあれ丸く収まったって感じかな。なんかすっごい強引な気もするけど。さすが兄貴っす。クエストクリアです。はい、それでは今日はね、覚醒武器が作れるようになりました。まあまだまだちょっと弱いんだけども、後で強くなるかな、それはちょっと期待しておきましょう。ではね、また出していくのでチェックをよろしくお願いします。そしてチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。そいや